一番最初サッカーに触れたのは多分幼稚園の時 で幼稚園になんだ、まあ、今まで巡回コーチみたいな人が来て、サッカー教室みたいな行われたのに参加してたっていうのは聞いてるんだけど記憶にはない。で実際に自分の中で記憶があるのは小学生入って公園で放課後公園でみんな集まって遊ぶよって言った時に誰かがボール持ってきてて、でそれで玉蹴りするようになる。平日はそれでサッカーして遊べるからいいんだけど、今度日曜日とか僕らの時ほら今だったら土日休みだけど僕らの時日曜だけだったら休みが、で日曜日じゃあ遊ぼうっつってもみんな捕まらない、なんでいないのかっていうと少年団チーム入ってるからそっちの活動行ってるからっていうんで、ああじゃあそこに入れば日曜日もみんなとサッカーやれるんだって思ったから親にサッカーやりたいからチーム入りたいって通わせてもらったのが小学校2年生入るタイミングだったのかな。自分がじゃあどこが適正なのそんなわからない。だからなんだろうな、まあ言われるがままいろんなポジションフィールドもやってたし、まあ当然ね身長は割と大きい方だったからキーパーやらされることもあったりで、最初の頃は本当なんかただもう本当サッカーするのが楽しくてどこのポジションがいいとかって自分の中でもなくて言われたポジションをやってサッカー楽しんでたっていう感じかな。小学校こう年重ねていく中でなんか大事な大会とか、この試合は勝ちに行くとかって言った時にまあそのお父さんコーチの中で適正だと思うポジションを多分指名されて出てたから、その時によく出てたのが、まあ、キーパーでも出てたしフォワードでも出てたし、まあ、今でいうボランチみたいな中盤の真ん中で出たりとかっていうセンターラインやることがすごい多かったかな小学校の時には。僕らの中では幻の大会って言ってるんだけど大英カップっていうその1回で終わっちゃった大会があって、それ何かっていうと全国と、プラスあと世界の何都市かからか招待チームを呼んで、まあ大会が神戸で行われたのがあって、それに東京代表で出てて、でその東京代表で出るいきさつになったのも4年生の時にある大会があって、そこで僕ら優勝してて、でその大英カップが行われるって時に東京都の予選をやってる時間がないのかなんかまあ分かんないけれども、その時の4年生の時の大会の実績をもとに東京代表を決めるってなって、で僕らがたまたま東京代表になって、で全国をその時にも経験してたからある程度で、それにあれよあれよと決勝まで行っちゃったの大英カップで、で最後清水 FC とやって、0-1 で負けて、でもそれまで全国での自分たちの立ち位置ってほぼ分かんない中で、でもこの近郊だったら東京近郊だったらある程度勝てるなっていうそこの手応えはあったんだけど、全国を経験してみてその大英カップでなんとなく自分たちのその立ち位置が見えて、なのでその夏の前その時は今は冬やってるけど僕らの時は夏に全国少年サッカー大会が行われて、それの東京都予選の時にある程度そこも予選も勝ち上がっていけるだろうっていうのがあって、絶対この全日本少年サッカー大会東京都代表で出ようっていう風なマインドではみんな予選を戦えてて、東京都で決勝では今度読売クラブの小学生のとこと決勝で当たって、で僕ら勝って第一東京代表として全日本少年サッカー大会に、出ることになって、別に天狗になってるわけじゃないけどある程度やれるよねっていう自信だったりとかは持って臨んでたかな。大英カップは基本ゴールキーパーで出てて、で全日本少年サッカー大会はキーパーでも出たしフォワードとしても出たりフィールドとしても出て、だからキーパーで出ても、プレーしたし、この前線で出てなんかの試合で確かハットトリックとかしたりとかして、どっちもなんかこうすごく楽しめた大会だった記憶はあるかな。